大越県基地から1905年3月7日は、大日本帝国陸軍軍人。最終階級は、陸軍不評中佐。大越重三郎の三男として、福島県岩前軍白水村に生まれる。1885年2月、陸軍共同団に入り、1887年12月、士官候補生となり、不評第4連帯付けとなる。 1890年7月、陸軍主管学校を卒業。累進して、日清戦争に、陸軍中尉として出生。以後、不評第三旅団副官、仙台陸軍地方幼年学校生徒官、教育総幹部出資などを歴任。日露戦争には、大尉第二軍管理部副官として出生した。1904年7月、陸軍少佐に進み、 ついで不評第六連隊、第二大隊長に補せられ、佐賀海戦に参加し、敵の砲兵陣地に突入して、あまたの大砲を露獲し、軍司令官から、個人勘定を受けた。1905年3月、法天近郊旅艦補の戦闘に参加する。この戦闘で、第六連隊は生存者が約400名に減少、弾薬も欠乏する苦戦に陥った。 後方に派遣した伝令は復命することができず、大越は負傷のみながらも自ら伝令となったが、腹部に被弾する。大越は、自らの行動が連隊長の命令に基づくもので、ある旨を認めた上で、拳銃自決した。大越の死を見届けた兵は、依頼された伝令役を果たし、第六連隊には援軍が差し向けられた。大越は中佐に進級している。当時、 軍神として、その壮列を歌われた。日露戦役中列伝、陸軍不評中佐、大越県基地ハット AB、日露戦争668から70ページ、官報、第2576除人及び、事例1892年2月4日。官報第3444号、除人及び、事例1894年12月19日。 漢方第4562号、除人及び、事例1898年9月12日。漢方第6109号、除人及び、事例1903年11月11日。漢方号外、事例1896年11月17日。ありがとうございます。